どんぶり飯4杯も食べてたじゃないですか？今日も元気に行ってみよう。悪源工業の大工のげさんでーす。よろしくお願いします。いや、いやいや,いや本当に辛いんだよね。いつもさ親方の稼ぎがないとさ。やっぱりこうやって出てこなきゃいけないじゃん。 つらいつらいっていばかり言ってられないから頑張らなきゃなーなんて思ってますけれどもだから何がつらいっていうんですかクルさんだって僕ほら古代生まれじゃん5世紀ぐらいの古墳時代の生まれじゃん毎日生きるか死ぬかのサバイバルじゃんだからさ弱音なんか言ってられないんだよねで 仕事で親方に呼び出されるわけ最近親方パソコン買ったんだよね動画編集で得たお金で「イナナっていうすごいの買ってさ親方ワーイってやってあの部屋に置いたらでかすぎて目がチカチカするっていうんよ。 だからさ、メガネ買ったんよ50%ブルーライトオフってやつパパヤンが買ってきてくれたんだってそれつけたまま親方なんかダウンロード中にちょっと横になったら寝ちゃってさ目の下真っ黒にあざつってんだよね,いよね辛いよねまあそれも辛いんだけどさ親方さ 近所を運動のために歩いてる時きのうさぎにあったんだってだから親方今日からいいことあるよ」ってすごいワクワクしてフェイスブックに載せたりしてみんな「よかったね」って言ってくれたんだってだけどその2時間後に車ぶっ壊れちゃってさ昨日車屋で直したら6万円の出費だって辛いよねー。 館も踏んだり蹴ったりだよねでさつらいつらいって言えばさ 今日、親方の親が喧嘩してるんよ朝から何の喧嘩かなと思ってあくるポーって見たらね冷蔵庫の中のものが腐る腐らないでねお父さんとお母さんが喧嘩してるわけいつもの親方ならね「まあまあまあ」って言って仲裁に入るんだけどよほどドライブシャフトが折れて突然の出費にちょっと悲しかったのかね。 なんかね、聞こえないふりしてたよだからアクロ言ったの親方に行かなくていいんですかって言ったらもういいよって夫婦喧嘩は犬も食わないってそうやって言ってたよ。